どうぞお楽しみください。昔々、隠れ里に住む赤き忍者、ゲる。彼は幼い頃から忍術の修行に励み、村の中で最も優れた忍者として知られていました。彼は村の仲間や恋人の良きと幸せに暮らしていました。ある日、村は大きな危機に見舞われました。敵対する忍者団が村を襲い、平和を乱そうとしていました。村の長はゲるに特別な任務を託しました。 彼は敵の陰謀を打破し、村を救うために立ち上がることを決意しました。ユキはカゲルに思いを伝え、彼を見送りました。カゲルは影のような機動力と、風のような速さを駆使して敵のアジトに忍び込みました。激しい戦いが繰り広げられましたが、カゲルは巧妙な策略と鋭い刀の技で敵を打ち破りました。しかし、敵の狩領はカゲルの正体を見抜き、 彼に衝撃的な事実をつけました。敵の狩猟はカゲルの兄であり、裏切り者であったのです。彼はかつては村の忍者として活躍していましたが、敵の忍者団に魅了され、村を裏切ったのです。彼はカゲルにも自分の仲間になるように誘いましたが、カゲルは拒絶しました。カゲルは兄との壮絶な一騎打ち地が繰り広げられました。最終的に、カゲルは兄の刀を受け止め、 自らの刀で兄の胸を突きました。兄は死に際に、カゲるに謝罪し、彼に雪のことを託しました。カゲるは敵のアジトを爆破し、村に戻りました。しかし、そこで彼を待っていたのは悲劇でした。敵の忍者団はカゲるが不在の間に村を襲い、多くの犠牲者を出していました。ユキもその一人であり、カゲるの帰りを待ちながら重傷を負っていました。 かゲるはユキのもとに駆け寄り、彼女を抱きしめました。彼はユキに謝罪し、自分の愛を告げました。ゆきはかゲるの言葉に微笑み、彼に感謝しました。彼女はまだ生きていることを奇跡だと思いました。かゲるはユキを村の医者に託し、自分の罪を償うために、村を去ることを決意しました。彼はユキには彼を告げ、彼女に再会することを約束しました。ゆきはかゲるに答え 彼を見送りました。かゲるはその後も忍者としての道を歩み続けましたが、彼の心には常にユキと兄の面影が残っていました。彼は村の平和を守るために、敵の忍者団と戦い続けました。彼は多くの戦いに勝利し、忍者としての名声を高めました。数年後、かゲるはついに敵の忍者団を壊滅させ、村の危機を解決しました。 彼は村に戻ることを許され、ユキと再会しました。ユキはカケルの帰りを待ち続け、彼を温かく迎えました。彼女はカケルの冒険を聞き、彼を誇りに思いました。カケルはユキと結婚し、村の守り師として活躍しました。彼は弟子たちに忍者の道を教え、村の長にも尊敬されました。彼とユキは幸せに暮らし、子供たちにも恵まれました。彼の物語は、 忍者としての誇り高い使命感と、愛する人との幸せな結末と、自分の過ちを乗り越えるための強い信念に満ちた冒険の物語でした。